このうち仙台中央郵便局では年賀状の受付開始に合わせてベガルタ仙台の菅原龍之介選手がサポーターに向けて年賀状を投函しました。来シーズンは必ずサポーターの皆さんとたくさんの喜びを分かち合えるようにハガキに載せて投函しました。そして午前9時の受付開始とともに訪れた人が次々と特製のポストに年賀状を入れていきました。中にはおよそ800枚も出した人も。800枚ぐらいあったと思います、はい、今インターネットの時代なんですけど、私はやっぱり手紙の文化が好きで、文化をなくしたくないっていうのが一番の思いでございまして、幼稚園の先生に書きました。ありがとうっていう気持ちを書きました。今年の元日に県内で配達された年賀状はおよそ1466万通で、SNS の普及などの影響で年々減っているということです。年賀状は今月25日までに出せば元日に届くということです。